マット・ミトリオンは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家、元アメリカンフットボール選手。イリノイ州、スプリングフィールド出身。コンバットクラブ所属。ベラトは世界ヘビー級ランキング7位。子供の頃に、小刀官流空手を始める。アメリカンフットボール選手として、高校3年時には、USA Today より、オールアメリカンに選ばれた。 アメリカンフットボールの小学生としてパドゥー大学に進学し、2000年にはビッグテン・カンファレンスのセカンドチームに選ばれている。2002年、NFL のニューヨークジャイアンツにドラフト外で入団したが、怪我のためレギュラーシーズン最後の4試合及びサンフランシスコーティナイナーズとのプレーオフを欠場した。2003年7月25日、ジャイアンツのフィジカルテストに不合格となった。 彼は解雇された。2005年6月、ミネソタ・バイキングスに加入したが、出場機会を得ることなく、シーズン中に解雇された。親友のプロ野球選手ジェイソン・ワースの勧めで、総合格闘技を始める。2009年9月から放送されたリアリティ番組、ザ・アルティメット・ファイター・ヘビーウェイツに参加し、ラシャド・エヴァンス率いるチームラシャドに所属。エピソード7の初戦では、 スコット・ジャンクに2から0の判定勝ちを収めるもエピソード11の準々決勝でジェームス・マックス・ウーニーにギロチンチョークで1本負け。シーズンでは問題児として扱われ頭の中に脳みその代わりに筋肉が詰まっているということからミートヘッドと呼ばれていた。2009年12月5日、ザ・アルティメット・ファイターヘビーウェイツ・フィナーレで シーズン準決勝で敗退したマーガス・ジョーンズと対戦し、右フックでダウンを奪ったところに、パウンドで追撃し、小勝ちを収めた。2010年5月8日、UFC 本戦初出場となった UFC113 でキンボスライスと対戦し、マウントパンチによる TKO 勝ちを収めた。キンボはこの試合を最後に UFC をリリースされた。2010年9月25日、 UFC119 で、ジョーイ・ベルトランと対戦し、3から0の、判定勝ち、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2014年3月1日、UFC ファイト・ナイト、キム・ VS ・ハサワエで、ショーン・ジョーダンと対戦し、スタンド・パンチ・連打で小勝ち、パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2014年7月4日、UFC175 において、 ステファン・ストルーフェと対戦予定だったが、試合直前に、控室でストルーフェが意識を失い倒れたため中止となった。2014年12月13日、UFC オン・フォックス13でヘビー級、e、ランキング12位のガブリエル・モンザーガと対戦し、1ティコ勝ち、パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2015年6月6日、UFC ファイトナイト、ボッチ VS、ヘンダーソンで、 ヘビー級ランキング9位のベン・ロズウェルと対戦し、午後チョークで一本負け。2016年1月17日、UFC ファイトナイトディラショー VS クルーズで、ヘビー級ランキング6位のトラビス・ブラウンと対戦し、マウントパンチで TKO 負け。試合では2度のアイポークと、3R にはパンチを右目にもらい、手術を受けた。2016年3月、 ミトリオンはフリーエージェントを果たした。2017年6月24日、ベラトア NIC でエメリア・エンコ・ヒョードルと対戦し、ダブルノックダウンからのパウンドで TKO 勝利を収めた。2018年2月16日、ベラトア194のベラトアヘビー級ワールドグランプリ1回戦でロイ・ネルソンと対戦し、2から0の判定勝ち。 2018年10月12日、ベラトア207のベラトアヘビー級、ワールドグランプリ準決勝で、ライアン・ベーダーと対戦し、判定負け。2021年7月16日、ベラトア262でタイレル・フォーチュンと対戦し、パウンドで TKO 負け。3連敗となり7月19日に、ベラトアからリリースされた。ありがとうございます。